できる親切はみんなでしよう。それが社会の習慣となるように。小さな親切運動は昭和38年3月、東京大学の卒業式での加谷誠二学長の告示がきっかけでした。海外で体験した親切に触れた後、加谷学長は卒業生に言いました。豊かな社会的教養を持つという意味は、さまざまな知識を持っているだけではエンサイクロペディアを頭の中に抱えて歩いている人間に過ぎません。その教養を社会人としての生活の中にどのように生かすかということが重要と存じます。言い換えれば、その教養を基盤として人格を作っていくにはどうすればよいかということです。小さな親切はコーポレーティブする現象であると解釈しているからです。コーポレーティブフェノミナは物理学では非常に興味のある物理論の問題として取り扱われ、私も二元合金についてこの問題を研究したことがあります。手っ取り早く申すと、雪崩がこの典型的な例です。何かのきっかけがあって小さな雪が転がり出すと、それが次第に大きくなって雪崩となる。この小さな親切をきっかけとして、これが社会の隅々まで何気なくまんべんなく行われるようになることを、私は心から希望してやみません。諸君にお願いすることは、この小さな親切を勇気を持ってやっていただきたい。そしてそれがやがては日本の社会の隅々まで埋め尽くすであろう親切という雪崩の目としていただきたいということです。諸君の一生の努力目標たる教養高き社会人の道は、このようなやろうとすれば誰でもできることから始められるということを申し上げて、私のこの大学卒業式における最後の告示といたします。これに共鳴した政財界の有識者によって、その年の6月13日、小さな親切運動本部は発足しました。第二次世界大戦の敗戦から18年、日本は再建に向けてさまざまな努力が展開されていましたが、経済ばかりでなく精神文化の両立こそ真の再建の道であるという思いが当時の有識者を結束させたのです。当時、国づくり人づくりを提唱していた池田勇人首相は、昭和38年12月の第45回特別国会の所信表明演説で、今民間に芽生えた小さな親切運動を政府としても助成したいと表明。これを受け、政府を挙げて具体的な検討がなされ、1年後には免税措置、3年後には総理府文部省教官による社団法人として認可を受け、公的な存在としての資格を整えていきました。また行政管理庁では前官庁に親切運動を支持し、公務員の不親切の是正、サービス精神の育成が図られました。日常生活でどんなに小さくても相手に感動を与えるものなら、すぐに褒めることが大切だ。誰でも推薦でき、誰もが受賞できる小さな親切実行賞の活動を推進することが第1回役員会で決まりました。それから一月後、第1回の実行賞が100名の方々に贈呈されました。世界的貢献をした人に与えられる有名な賞もたくさんありますが、子どもからお年寄りまで感謝と激励のできるこの小さな親切実行賞は庶民賞として広まりました。
運動発足の翌年、東京オリンピックの出来事です。男子板飛び込み予選で日本の金戸選手が飛び込みに失敗し負傷するというアクシデントが起きました。それを見たアメリカのアンドリー選手とプエルトリコのアンダーソン選手の2人はすぐに飛び込み助け上げました。実行賞の贈呈は選手村で行われ、その模様がニューズウィーク、ニューヨークタイムズで報道され、日本の小さな新設運動は早くも海外で報道されました。来社は駐日大使夫妻も発足当時より運動に関心を寄せ、激励の言葉をかけてくださいました。日本を離れるにあたり、スモールカインドネス、メイクザワールドゴーラウンド、小さな親切の心は万国共通の普遍的な気持ちですというメッセージをいただきました。加谷代表のお考え通り、小さな親切はコーポレイティブフェノミナ、雪崩のように全国に広がっていきました。新聞などで運動を知った学生たちがいました。千葉県の専修大学松戸高等学校の生徒たちです。自分たちもできることをやろうと生徒会で決議、自主的に全校生徒が運動に参加。以来50年、新設された中学校の生徒たちも加わり、毎年4月には入学式と同時に新設運動の入会式が行われています。運動を半永久的に続けよう。全国各地で地道に仲間を募り、組織化に貢献くださる方々が増え、地方組織を結成する動きが広がっていきました。昭和40年、埼玉銀行と浦和商工会議所が協力して県本部第1号となる埼玉支部を設立。これを皮切りに香川、佐賀、北海道と次々と地方組織が誕生していきました。そして現在33道府県に県本部、153市町村に支部が結成され、地域に根ざした運動を展開しています。この全国的なムーブメントを受け、第20回役員会で設立当初は2年限定だった運動を、この精神に終わりはない、半永久的に続けるべきだという意見にまとまりました。こうして小さな新設運動は各地に根を下ろしていったのです。小さな新設運動の憲法となっている小さな新設運動8か条は、運動が発足して間もなく加谷代表が考えられたもので、挨拶をしましょう、席を譲りましょうなど当たり前のことばかりですが、日常生活に基本となる行動を掲げました。小さなに表された誰もができる親切は、子どもたちに人間にとって大切なモラルを教え、一方科学技術が進む社会にあっては、社会人が温かな人間関係を築くこと、企業にあっては地域と共に歩む社会貢献につながっていると申せましょう。今も大切にされています。豊かな心を育む実践活動は、個人から地域へと連帯を深めて展開されています。昭和48年10周年を記念して、小さな親切運動の歌と旗を作成。天の彼方にあるかしら。昭和51年会員100万名突破。小中学生を対象に作文コンクールをスタート。昭和56年小さな親切実行賞受賞者100万名突破。昭和58年20周年記念事業として全国統一の実践活動、
日本列島クリーン大作戦がスタートしましたが、この活動も地域の連帯があっての実践でした。スローガンは美しい日本、美しい心。郵政省で日本列島クリーン記念切手を発行するなど、各省庁も積極的に協力体制をとって、全国津々浦々およそ7000団体210万名が参加して、海岸や公園、道路などの環境美化に取り組みました。昭和63年、コスモスが運動のシンボルフラワーになったのを機に、25周年記念事業として日本列島コスモス作戦を実施しました。クリーンできれいになった街にコスモスの花を咲かせようという計画で、各地にコスモス畑、コスモス街道ができました。市町村も立ち上がりました。小さな親切の街宣言です。昭和48年、千葉県御宿町の宣言を皮切りに、平成23年の山口県周南市まで28市町村が宣言を行いました。心の通う町づくりを通して、地域で子どもたちの豊かな心を育てる素晴らしい発想です。急速な経済成長期で、海外からはエコノミックアニマルと評されるほど人間喪失が危惧される風潮が蔓延する中、シンガポールの連合総報の特派員が、経済大国の中の礼節運動と小さな親切運動を紹介したのがきっかけとなり、韓国、台湾、香港から日本の親切運動を学びに訪れるようになりました。平成5年には30周年記念事業として心の国際交流をスタート。日本での心の国際交流フォーラムがきっかけとなり、新たにイギリス、アメリカなどで親切運動を展開している団体との交流が始まり、平成9年、世界親切運動、ワールド・カインドネス・ムーブメントを発足しました。今ではメンバーは17カ国に広がり、数年おきに世界交流会議を各国で持ち回りで開催しています。国内でも山口県本部は、中国の姉妹都市青島市の親切実行者の小学生を招いて、小さな親切実行賞を贈呈し、日本の小学生との交流を図るほか、栃木県足利支部は十数年にわたり留学生などを招いて心の国際フォーラムを続け、草の根交流を地道に行い、立派な民間外交を行っています。50年の歴史の中には困難な問題もありましたが、かや初代代表の教えを直接受けた方々や、小さな親切の精神に共鳴された方々により、運動は支えられてまいりました。5代目の代表となった田中義智は、時代を見ながらいくつかの改革を行いました。新しい親切運動の歌です。元大関の小錦さんが、ありがとうサンキューカインドネスの歌をプレゼントしてくれました。バックコーラスはハワイの子供たちが歌っています。子供用の実行賞バッジリニューアル、子供たちに喜んでもらい親切を継続してもらおうと、運動キャラクターのクリオネをデザインしたかわいいバッジが完成。紙芝居による心の教育プロジェクト、時代を担う青少年の豊かな心づくりは運動の大きな使命です。失われた10年20年とも言われる経済環境のもと、
いじめや自殺といった悲しい事件が浮き彫りになり、学校教育や家庭教育の不在が問題視されてきました。小さな親切が人々の心から失われつつある危機感を私たちはひしひしと感じざるを得ませんでした。運動本部が思いやりの心や友情、命の大切さを子どもたちに伝えたい、小さな親切を考えてもらいたいと願い取り組んだのが紙芝居事業です。作文コンクール入賞作品の子どもたちの実体験をもとにオリジナル紙芝居を作り、小学校で道徳の授業や読み聞かせに活用されています。平成20年、創立45周年を迎えました。11月には小さな親切実行賞受賞者は500万名を突破しました。千葉県の城西国際大学です。平成23年4月1日、公益社団法人へ移行しました。 NPO のパイオニアとして長年の社会的業績が認められたのです。その半月前の3月11日に発生した東日本大震災は未曾有の大災害となりました。これまで私たちは雲仙普賢岳の噴火災害、阪神淡路大震災など多くの災害に義援金を贈呈してきましたが、今回は君と私と空の下プロジェクトを立ち上げ、被災地の子どもたちを中心に明日への希望につながる支援活動をスタートしました。東日本大震災では国内はもとより海外からも多くのボランティアが立ち上がりました。被災された方々が他者を思いやりながら治安を乱さなかったことは海外で称賛されました。日本人の心の奥底には他を思いやる優しさがあるのでしょう。小さな親切運動が今日まで続いてきたのはこうした DNA があったからです。そして小さな力だったかもしれませんが、全国に広がっていった親切の輪がボランティアの土壌に根付いていたのではないでしょうか。今年創立50周年は小さな親切運動の新たなスタートの年となりました。6月14日には東京のホテルグランドアーク半蔵門で常陸宮同妃両殿下をお招きして創立50周年記念式典が盛大に開催され、全国から300名を超える会員関係者が参集しました。私たち小さな親切運動は日本列島に親切の鉱脈をこれからも築いてまいります。